こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずはフライパンに水、味噌、唐辛子をちぎったやつ、キムチの素を入れて、鍋の出汁を取ります。要は味噌出汁とキムチ鍋の中間ぐらいのやつですね。それに別をちぎった鍋を加えます。キャベツ味噌キムチ鍋ですね。キャベツ味噌キムチ鍋ですね。この段階では。料理するか食事の内容にするかなんですが、今日結構いろいろ種類があるんですね。ちょっと買い物の仕方を誤ったんですね。母親にお願いしてた分を考えるとちょっと料理したりするのに時間は完璧に間違えましたね。これは作っても明日食べた方が良さそうですね。今日食べるべきものは他にいっぱいできそうですね。これですね、キャベツと白菜の味噌キムチ鍋です。キャベツ、白菜、唐辛子、味噌キムチ鍋ですね。で、自分が作る予定で結局は母親がこの瞬間など理解しているつもりで理解せなかったですね。あの母親が僕が黒豆のように甘く見てくれと言ってもその通りにしないというのは
予測しないといけなかったんですが、貝豆、そら豆のようなやつですね、貝豆、これを、甘く煮て黒豆みたいにできるかしてくれって言ったんですが、強情でバカな母親はやっぱり自分の思う通りに、水煮にしちゃいました。はい、で予定が思いっきり狂いました。甘く煮てくれたら日持ちがするんですが、このように水煮にされると日持ちがしないですね。だから、これを主に食べます。でさっき煮たやつはさっきのその、キャベツ白菜キャベツ白菜唐辛子味噌キムチ鍋は明日に回します。で、もう一つ問題なのがバナナですね。大量に買ったバナナが傷む可能性がありますので、バナナをどう始末するかですね。昨日に比べて思いっきり体重が増えてます。ピーナッツのせいですね。ピーナッツとエンドウ豆のせいです。体重 55.7kg、体脂肪率 11.9%、 基礎代謝1321、内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.5、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 バナナと生クリームを買ってきたので、個人的にはスイーツですね、デザートを作る予定だったんですが、そら豆という貝豆という余分なものができたので、白菜唐辛子味噌キムチ鍋は明日回しです。一旦置いておきます。で、その上でバナナに生クリームを仕込むのもやめて、昨日作っておいたサラダですね、サラダとバナナ、今日はこの3つです。ご視聴ありがとうございました。今日はこれで置いておきます。失礼します。